はいどうも、大悟です。なんか最近はご機嫌で一緒に放送してくれるミコさんが隣にいながらですね、今日もやっていきたいと思うんですが、日頃から他人への感謝を欠かさないっていう素晴らしい方もいると思うんですが、そういう人もぜひ見てほしい。効果を知ってるのと知らないのでは実際の効果が変わってくる。感謝イコール当たり前っていう考え方自体がかなりヤバいんですよ。どのぐらい幸せかったらこのぐらい幸せかな。感謝ってのは未来への感情なんですよ。感謝をすることによって自分の価値観と行動が変わると。感謝をしまくる人っていうのは自分の人生が良い方に変わるんですよ。感謝というのは未来の変化につながってくんですね。他人に感謝するとやる気が上がるわけなんですよ。短期的には損をするんだけど、長期的にはリターンで取り戻すという行為がお返しなんです。本日のテーマはですね、社会的感情ということで、僕らってやっぱり自分のことを一生懸命コントロールしようと思って、自制心を高めたりとか、まあ、集中力を上げようとか、まあそういう本もまあめちゃくちゃ売れるし、まあ皆さんね、ほとんどの人が自制心とか集中力がないってことで、悩んでる人間がまあ現代人でほとんどなんですよ。まあ実際9割の人間は前回も放送した通りですけど、自分をですね、コントロールすることができないことで、まあ悩んでるし、実際にコントロールできないわけなんですね。で、そんなじゃあ人間がどうやったら自分をコントロールできるようになるのかって本は、まあ様々出てると思うんですが、実は今心理学の世界では非常にねこうホットになってるテーマとしてですね、社会的感情ってものがあって、これ何かっていうと、人間って確かに短期間は自分を抑えられるんですよ。食べちゃいけないものがあったら食べないようにもできるし、可愛い女の子がいてもね、いや自分には彼女がいるからちょっと抑えようとかって一瞬はできるんですよ、しばらくは。ただ持たないし、これ仮に自分を一生懸命抑えて、まあ例えば仕事とかだったら成功できると思うんですけど、成功した後燃え尽きちゃったりとか、ストレスで老化したり病気になりやすくなったりとかっていう風に自分を抑えるデメリットっていっぱい実は見つかってるんですね。で、今心理学の世界では、じゃあ自分を抑えないで自分を抑えた時と同じような長期的な行動が取れたりとか、自分の人生にプラスになれるような行動っていうのが、まあ、取れたらいいよねってことで、それをまあいろんな人たちが探していて、で今見つかったのがですね、社会的感情って言って3つの感情、感謝、思いやり、誇りっていう、この3つの感情を上手に使うと、どうやら僕たちは自分を無理にコントロールしようとしなくても自分をコントロールしたのと同じような結果、自分をコントロールした場合と同じようにですねメリットを得ることができるんじゃないかと。しかもストレスもかからないし、燃え尽きることもないと、いうことがですね言われてまして、そんなですね社会的な感情の一つ、感謝の感情というものをですね今日はご紹介して、その効果とその高め方をですね今日はやっていきたいと思います。はい。でこれ何がすごいかっていうと、この社会的な感情っていうのを上手に使える人っていうのは、自分を無理にコントロールしようとか我慢しようって感覚がないのに、勝手に例えば食べちゃいけないものが欲しくなくなったりとか、勝手にズルをしたい自分の気持ちを抑えるとか、そういうことじゃなくて、もう勝手にズルをしなくなったりとか、いろんなメリットが実は勝手にあるんですよ。要するに人生が勝手にうまくいく方向に行く感情ってのがこの社会的な感情ってものなんですね。で今日はこれをご紹介していきたいというふうに思います。で、もう今表示されている通りなんですが、感謝の感情が解決するですね、ことってこういう問題があるんですよ。もう、大体人生の問題ほぼ全部入ってますよね。例えば集中力がないとか、もうこれ感謝の感情で、今日はちょっと感謝がテーマなんで、解決しますし、感謝で集中力上がるってどういうことと思う方いると思うんですけど、実はこれも上がっちゃうわけなんですよね。はい。で、まあ、それの結果何が起きるかっていうと、学校とか仕事とかの成績とか業績がアップしちゃったりとか、で、あとは目先の誘惑に弱い人、欲求に弱い人いますよね。浮気しちゃいがちな人とか、そういうのもそうなんだけど、そういったものがなくなります。あとはローンを組みまくったりとか、カードローンとか、あとはギャンブル中毒、こういったものもですね解決していくというふうに言われてます。でもちろん人間関係も良くなります。勝手に人間関係が良くなって、悪い人が離れていていい人がですね寄ってくるようになったりとかってことも起きるわけなんですよ。でさらにさらにアンチエイジング、はい、下手なですね高い高級化粧品なんか使うよりもですね、感謝の感情を上手に使えるようになった方が、女性は肌も綺麗になりますし、肉体的にも若々しさを保てるわけなんですね。あとはミスが多い人、決断力がない人はケアレスミスが多いとか、まあ、いつもねなんかで、ね、仕事の容量が悪い、実はこれも感謝の感情でどうにかなっちゃうかもしれないんですね。すごいですよね。あとは計画的な行動、やっぱ人間で計画的に物事をですね運ぶことができるようになればなるほど成功しやすくなりますよね。でこんな計画的な行動っていうのの頻度とかも上げてくれるわけなんですよ。だからもう人生がどんどんいい方向に進んでいくと。でさらに、でも人生はやっぱり失敗することもあります。落ち込むこともあれば凹むこともあるじゃないですかね。これも実はなくなるんですよ。はい。落ち込みやすい性格も改善できるというふうに言われたりとかしてるんですね。あとは嫉妬深い性格、これも直してくれるんで、まあ、とにかく性格を良くしてくれたりとかっていう効果もあるんですよ。で当然まあ結果的に収入も上がるし、貯金とかお金も貯まってくるし、浪費が減ったりだとかブランド物に興味なくなったりとかしますね。はい。まあそう
ういうのとかも、まあ、改善しますよと。はい。で、当然ストレスも減ります。はい。で、さらにこれストレスが減るだけじゃなくて、家族のストレスとかも減ったりとかするので、パートナーのストレスとかも減るので、カップルの会計が改善したりとかってことも起きますし、あとは痩せます。感謝の感情で痩せるって意外だと思うんですが、痩せちゃうんですよね。で、この理由も解説します。あとは、快感を感じやすくなったりとか、幸福度が上がったりとかってこともしますし、当然痩せるものと関わってくるんですが、運動が習慣化しやすくなったりとか、あとはカリスマ性が身について人がついてくる人間になったりとか、あとは自信と余裕が自分の心の中に生まれてきて行動とかが変わったりとかして、周りの人から見た自分のキャラクターとかイメージが大きく変わったりとか、で、あとはこういった人が増えてくると職場の環境が著しく改善されます。はい、職場の環境につながって、まあ生産性が上がったりとか収益上がったりとか、欠勤率が減ったりとかいろんな効果が起きるわけなんですね。あとはうつ対策にもなりますし、コレステロール値は下がるわ、スランプに陥りづらくなって成功が成功を呼ぶようになってきたりとかするということも分かってるんです。しかもこれが週1、5分からできるということで、今日はですね、そんな今心理学で大注目の感謝の効果とそのワークについてご紹介していきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。はい。で、今日なんですけれども、一応感謝に秘められた力を、25種類ぐらいで、本当はもっとたくさんあるんだけど紹介しきれないので、面白いやつを25種類だけ、紹介します。で、この効果がなんで大事かっていうと、効果を知っててやる場合と効果を知らないでやる場合ではですね、実際人間の体に起きる変化っていうのが全然変わってくるんですよ。例えば面白い実験だと、ダイエットとか運動って物理的な動きだから、別に同じ動きをすれば同じようにやったら同じようにカロリーも消費させて痩せるって思うじゃないですか。でも実はこれホテルマンを対象にした、ホテルの清掃員を対象にして行われた実験で、ホテルの清掃員を2つのグループに分けるんですね。で、片方のグループには、あなたが、部屋で例えばシーツを変えるとこのくらいカロリーを消費しますってね、お風呂を掃除するとこれぐらいカロリーを消費しますってカロリー消費をですね、分かるようにしてあげたんですね。で、自分が結構俺一日内で運動してんだな、カロリー消費してんだなっていう風に、認識させたグループと、それ何も言わないで同じような作業、清掃員としての作業を普通にやってもらったグループ、これをですね、比較するって実験があるんですけど、これやると自分の行動がどれぐらいのカロリーを消費してるのかってことを解説されたグループの方が痩せたんです。はい、面白いよね。同じ作業をしてるにもかかわらず、その作業がどれぐらいの効果、カロリーの消費につながるのかってことを知ってるかどうかで、運動の効果すら変わっちゃったよって研究があるんですよ。だから感謝とかも全く同じで、感謝がどんな効果をもたらすのかってことを知っている方が、実際にこの動画を見てる方の中には普段からね、日頃から他人への感謝を欠かさないっていう素晴らしい方もいると思うんですが、そういう人もぜひ見てほしい。なんでかっていうと、効果を知ってるのと知らないのでは実際の効果が変わってくるんで。はい。というわけでですね、まずは一つ目やっていきたいと思うんですが、まずですね、感謝に関してなんですが、感謝ってやっぱ当たり前じゃんそんなものっていう人いると思うんですけど、感謝イコール当たり前っていう感情自体が、考え方自体がかなりやばいんですよ。で、これ感情予測の罠って言うんですけど、人間って未来の自分の感情を予測するのがほぼ不可能なんですね。だから例えば、わかりやすいで言うんだったら、いやー自分もね、お金持ちになって100万200万するワインをポンポン開けるようになったら幸せだろうなーって、どのぐらい幸せかって言ったらこんぐらい幸せかなーみたいな風に考えますよね、僕らって。でも実際そうなったらどうなると思います？そんなに幸せじゃないんですよ。まあ楽しいよ、楽しいし美味しいんだけど、お金を持ちになったらこんぐらい幸せになるって思ってた、このこんぐらいは大体こんぐらいなんですよ。はい、もうわかりますよね。つまり未来のにおけるポジティブな感情、こうやったらポジティブになるだろうなって、楽しいだろうなって、その感情は実は大したことないんですよ。はい。なぜかっていうと、未来の感情を予測するのって人間は超下手なんで。逆もあります。ネガティブな感情の場合も、これが成り立つことがありまして、例えば失恋して、今のね、じゃあね、素敵な彼女とか奥さんがいたとして、まあ、あるいは旦那さんとかね、彼氏がいたとして、別れたらこんぐらいへこむだろうなって、実は別れました、めっちゃへこむわけです。うわーへこむわーって、これもう自分はあんな素晴らしい人とは二度と会えないんだろうなって思いますよね。はい。ところが1年とか2年ぐらい経つと、次の人と付き合ってるんですよ、お友達が。で、いや、今の方が幸せとか言ってるんですよ。わかります？つまり人間のネガティブな感情がもっとずっと続くと思ってるんですよ、人間って。失恋とかの場合だったら。でも実際はそんなことないわけなんですよね。はい。っていう風に人間って感情予測できないんです。故に、感謝の効果っていうのを軽く見積もるんです。自分が感謝の気持ちを感じた時にどんだけいい気分になるのか、あるいは他人に感謝した時にどれぐらい相手がいい気分になるのか、こういったものを予測できないんですよ、人間って。これ実際心理学者のダニエル・ギルバートさんって人とかも、まあ、実験とかで証明してくれたりとかしてるんですけど、だから、感謝を軽く見ること自体がめっちゃリスクなんですね。で、実際にこの僕らがずっと軽んじてきていたというか、当たり前だと思ってしまっていた、この感謝というものが実は人生の大部分の問題を解決してくれるんじゃないのっていうのが最近の研究なんですよ。はい。というわけで、じゃあ具体的にやっていきたいと思います。まずは一つ目、感謝の感情で変わること、行動が変わります。はい。実はですね、感謝って今起きたこととか、あるいはやってもらったことへの感謝だから、感謝って過去への感情だと思ってる人が多いんですけど、実際は全くそんなことはなくて、感謝ってのは未来への感情なんですよ。これどういう意味かっていうと、確かに感謝自体はやってもらう前に感謝したらちょっと嫌ですよね。あ、いやごめん、なんかね、何も言ってないのに手伝ってくれてありがとうって手伝う前に言われたら、いやいやこれ手伝いってことなんですかみたいな、あ、まあ、別に手伝いますけどみたいな、ちょっと恩着せがましい感じというか、なんか強制的
な感じというか、そういう風になっちゃいますね、ギャグみたいに。だから、もちろんね、未来に感謝するってことは皆さんしないんで、過去に対して感謝すると思うんだけれども、でもこれ実はなぜ感謝が未来の感情かっていうと、自分の過去とか、やってもらったこと、近い過去とかに感謝をすると、その感謝をすることによって自分の価値観と行動が変わると。いうことがですね、様々な研究より判明してるんですよ。だから、皆さんがいろんな人に何でもいいんですよ。いろんなことやってもらって感謝すれば感謝するほど、自分の価値観と行動がいい方向に変わっていくんで、感謝をしまくる人っていうのは、実は自分の人生がいい方向に変わるんですよ。だからよく上手に助けてもらう人って、人生がいい方向に行きますよ。人間関係でもそうだし、いいことがありますよ。だから、強がらないで、助けてほしい時は助けてって言いましょうね。みたいな話を、前Dラボとかでもしましたけど、あれなんでかっていうと、助けてもらって、感謝の気持ちを抱くと、自分の価値観と行動が変わって未来がいい方向に変わるんですよ。だから感謝というのは未来の変化に繋がってくんですね。だから大事なんですよ。で、実際にじゃあ例えばいくつかこういう変化を起きるよってことは研究で明らかになってるんですが、まあよくあるのはやる気がアップします。他人に感謝すると自分のやる気が上がるわけなんですよ。まあ例えば仕事でも何でもいいし、ご飯をおごってもらってても何でもいいんだけど、そういうところで感謝するとどうなるかっていうと、よしもっと頑張ろうとか、今の仕事もっとこういう風にやってこうみたいな風に思うわけなんですね。まあそれこそ僕なんかね、毎日猫に感謝してますけどね。うち来てくれてありがとう、はい、という風に感謝してるんですけど、もうこれによってやっぱりモチベーションも上がるわけですよ。まあ実際にね、まあ猫たちにね、贅沢な暮らしをさせてあげるためにですね、僕はね、だから頑張って仕事しようとか思うわけなんですよ。一人で生きていくだけだったら別に本あれば生きていけるんですけど、猫がいると守るべきものがあるんでね。はい。みたいな風に、自分の行動とか決断とかやる気というのが変わっていくわけなんですよ。で、やる気が変わるとどうなると思います？次の行動に対して影響が出ますよね。次の行動とか次の人生の決断に対して、どんどんいい影響が出てくるので、これが積み重なることによって人生が変わるというのが、感謝のメカニズムなんですよ。面白いですよね。はい。そして二つ目。はい、続いてのですね、メリットなんですけれども、短期報酬の回避というのがあります。はい。そう、短期報酬の回避ってどういうことかっていうと、僕らって、いつもそうなんですけど、目の前の小さな利益と、将来の大きな利益との狭間で戦ってるんですよ。まあ、それこそ今目の前にあるお菓子を食べることを選ぶのか、食べる快感、わずかな快感を選ぶのか、3ヶ月後に、かっこいい体を作って、みんなから、おー、かっこいいって、いや、モテるみたいな風になるのを求めるのか、みたいな。あとは今欲しいものを買うのか、それは貯蓄とか運用して、将来大きな資産に変えていくのか、みたいな。こういう風に、目の前の小さな利益と将来の大きな利益の天秤っていうのが人間はあって、で大体この小さな利益を求めるようにできてるんですよ。なぜかっていうと、生物っていうのは明日生きてるか、ましてや1年後10年後生きてるか、人間だったら今人生100年時代って言いますけど、30年後40年後皆さん多分生きてるんですよ。でもその時のことを想像するのは難しいんです。なぜかっていうと、そんなに人間が長生きできるんだったのはごく最近の話なんで。だから目先の欲求に弱いんですけど、これをやっぱり回避しないと人間っていうのは当然ですけど成功しづらくなっちゃうわけなんですよ。でこの短期報酬、目の前の小さな報酬を回避するってことを自然にできるのが感謝の力なんですね。感謝をすることによって短期的な報酬じゃなくて長期的な報酬に対してですね、欲求を感じるようになるということが分かってるんですよ。まあ、実は当たり前っちゃ当たり前なんですけど、目の前の例えば利益を優先しようと思ったら、例えば見ず知らずの人に対しては親切にしなくてもいいし、もう二度と会わない人にはどんな無礼な行動を取ってもいいって思うじゃないですか。でも例えばですけど、まあ、相手を裏切って利益を得たとしても、二度と人生会わないんだったら極論別にいいじゃん、それって。生物としてはね、生きる意味としてはね、道徳的な話はしてないんですけど、そう。ところが、人間ってそうじゃないんですよ。そこから悪評が立つ可能性があったりとか、もしかしたらもう一回どっかで会うかもしれないって思うと、相手に対して譲歩しますよね。なんでかっていうと、関係を維持しなくちゃいけないから、その人と、これっきりだったら短期的な利益を取るんですけど、これから10年、20年付き合うと思ったら長期的な利益を取るためにいい関係を作ろうとするじゃないですか。っていう風に人間って、相手との関係性を認識すればするほど、目の前の小さな利益に抗うことができるようになって、長期的な利益を取ることができるようになる。つまり、いい選択ができるようになるわけなんですね。で、感謝っていうのは、お互いの関係を維持する行為だと思いません？あの人に感謝してるなーって、感謝されてるなーって思うと、やっぱり次もしてあげようと思うじゃん。で、これが関係性を続けていくので、だから感謝の感情ってのは、目先の利益じゃなくて、遠い未来の大きな利益ってのに、僕らの心を連れて行ってくれるわけなんですね。で、お返しなっていう文化がまさにそうで、例えば何かもらいました。あ、ありがとうつってお返ししますよね、普通人間って。でも、どうでもいい人にはお返ししないよね。当たり前なんだけど。これがまさにそうなんですよ。つまり、お返しって、短期的に見るとそうなんです。10万円のものもらって、じゃあ8万円のものを返したとしましょう。それでも利益は2万円出てます。はい。でも例えば10万円のものもらって、相手に何もお返ししなかったら、10万円の利益が出ますよね。だから短期的に見るんだったら、二度とこの関係が続かないんだったら、お返ししない方がいいんですよ。
当たり前なんだけど。ところが、短期的には損をしたとしても、例えば自分が10万円のプレゼントもらって20万のプレゼントをね、相手に返したらどうなると思います？マイナス10万円だからマイナスですよね、普通に考えたら。でも相手からしたら、うわぁ、こんなすごいものもらっちゃって、悪いなって、もっといい関係になろうとか、仕事一緒にしたいなとか、またプレゼントなんかあげようとかって思うわけですよ。つまり、これが続くことによってどうなると思います？相手からもっと大きいお返しが来る可能性があるから、初手で10万円損しても、これから先に10万、20万、30万ってプラスになる可能性が十分あるわけなんですよ。これがお返しのメカニズムです。短期的には損をするんだけど、それを長期的なリターンで取り戻すという行為がお返しなんですよ。で、別にこれは、僕が常にお返しをするときに、なんかこうね、そろばんを弾いてるような癒やしい人間だってことを言ったわけじゃなくて、人間ってみんなそうなんですよ。人間というのは、生き残るために進化をしているので、この進化の果てに手に入れたのが、このお返しという戦略なんですよね。だから感謝の気持ちって、長期的な方向に向いていって、正しい選択をさせてくれるんですよ。